特集はシリーズオイルショック。今日のテーマは階段です。年齢を重ねると辛くなる階段の上り下り、実は高齢者の孤立の原因の一つにもなっているんです。特に深刻な団地の現状を取材しました。札幌市南区の五輪団地で6年前から行われている体操クラブ。週1回1時間半みっちり体を動かします。高齢の参加者が足腰を鍛えようと懸命なのには訳があります。4階におります。90歳です。もうとにかく5階は大変で、階段しかない団地、歩けなくなった友人は施設に移っていきました。高度経済成長を受けて次々と建てられた団地、札幌市内だけでも1000棟以上あります。そのうち8割近くにエレベーターがありません。後ろ捕まって引っ張ったらダメだよ、引っ張らないよ、押さえてるだけで。厚別区もみじ台団地の4階に住む川端隆吉さん87歳。最近自宅までの階段を上ることが難しくなってきました。階段歩けばもうそれ疲れちゃうんだよね、しびれが来た、しびれが、しびれが、柔らかいから、定年後年金暮らしになり引っ越してきた家賃の安い団地、空いてるけれども4階だってわけ。入るときはまだねちょっと元気だったから、はい、いいですって言ってここは入ったの、しかし70代後半を過ぎてから脳梗塞や腎不全に襲われ急激に体が衰えました。今は一人での外出が難しくなり、病院以外家を出ることはほとんどありません。この年になったらねもうどこにもね行くとこもないでしょう。3階以上に住む高齢者が自力で階段を使えなくなると送迎ができないとして利用を断るデイサービスも多いといいます。一人暮らしの場合、階段の存在が孤立につながるケースも少なくありません。札幌市は9年前に国の補助金も受け改善策を検討しました。当時高齢化率が高かった北区の北30条団地にエレベーターを設置したのです。このエレベーターは各階に止まり、それぞれ階段の踊り場に作られました。しかし構造上どの階に行くにも階段を使う必要があります。これが建て替えずにできる一番安い方法でした。しかし費用は1基あたり3000万円、1棟でおよそ1億円。市は他の団地での実施は難しいと結論付けました。費用対効果っていうふうに考えますと、ちょっと利用者が少ないのかなというふうには思われます。ちょっと正直ですね、それ以上のその手法というのはですね、なかなか今私どもの方でも、ちょっと見出せていないような状況ではあります。今後建て替えの時には必ずエレベーターをつけることを決めましたが、建て替えは年に数棟、ほとんどの団地で計画すらありません。白石区の南郷団地に姉と2人で暮らす坂梨澄子さん65歳。腎臓病で週3回人工透析に通っています。4年ほど前に脊柱管狭窄症を起こし、ほとんど歩けなくなりました。下の階への引っ越しも考えたといいます。
姉が市の方に住宅課に行ってやっても、いやもう何百万待ちだからできませんって言われ、すぐはできないって、いやどうしよう、そしたら帰れないよねみたいな。いいですか。はい、はい、乗ります。坂梨さんは今あるサービスを使い暮らしています。スカラモービルという階段の上り下りができる車椅子を使った移動介助です。1回でおよそ20分、これがなければ入院するしかなかったといいます。助かります、本当に助かります。うん、うん、だってなかったら帰れないんで、うちから生活できないっていうか帰れないから。しかしこのサービスには課題があります。1台200万円前後と高価なため、導入している事業所が少ないこと、またヘルパー2人の付き添いが必要なため、1回の料金は3500円から1万円ほど、介護保険の月の利用上限にすぐ達してしまうのです。お出かけしたい、そのデイサービスに行きたいけど使ってしまうと、今度デイサービスに行く余裕がなくなるとかっていう現実問題、そこで使用断念されるっていう方もいらっしゃいましたので。専門家は行政の対策遅れを指摘します。きちっとですね、考えて誘導していくっていうのも私は行政サービスだと思いますから、まあ、できるだけもう70ですねなったら、まあ、なるべく特にそのエレベーターのないお年寄りに関してはですね、どこかに誘導していって引っ越しの費用とかも出していくという、まあ、そういうことも考えていく必要があったのではないかと思いますね。札幌市の団地はすでに65歳以上の住人の数が4割を超えました。階段が高齢者の孤立を生まないために何ができるのか、対策が遅れても高齢化は待ってくれません。そこに住んだあなたが悪いんですって言われたら何も言えないですけど、そういう状況まで考えて3階4階5階に住むっていうことを当時は考えられなかったでしょうしね。そのもうやっぱどうしたらいいのかって、これやっぱ見ててもね思いつかないですよね、はい、まあ、素人ではありますけど。例えば介護を充実させるのか、それともやっぱり引っ越しのための斡旋だとかそういうものを丁寧に行うのか、はい、いろいろなことを考えなきゃいけないと思うんですけど、やっぱその経済高度経済成長の中支えてくれた人たちをもう少し優しくできないのかなっていうのはちょっと感じるんですよ。普通の生活を送るということなんですけども、それが難しいんですよね。で、市営住宅や道営住宅などでは階段の上り下りが困難という医師の診断書があればですね、はい、3階以上に住む人が1階2階の部屋が空いたときに引っ越せるという制度があるんです。ただですね、順番を待っている方がやっぱり多いので、すぐに住み替えはできないということなんですね。しかも引っ越し代は自己負担なので、経済的な理由でこれ希望できないしない人もいるということなんです。こういう制度があっても結局住み替えることができないとなると、他に対策ってなるとどうなんですかね。はい、VTR にも出演していただきました淑徳大学の結城先生、3つの可能性を指摘しております。こちらです。階段の上り下りの補助サービスの値段を下げる、そして団地に介助ができる管理人を置く、そして費用の一部を負担して高齢者の引っ越しを促す、まあ、こういった対策が可能性があるというふうにおっしゃっていました。ただいずれにしてもこれ時間がかかりますし、行政サービスで全てが解決できるものもこれもまた難しいというのも現状です。自ら考えて先を考えて行動していくことも必要になっています。以上特集でした。